まあやっぱこの自分もこう撮影に今参加してて思うのは、まあそのシーズン1で散りばめられた、まあ疑問だったり、そのクエスチョンがもう一気に、まあ一気にもう解決していくので、やっぱそういう面はスピード感とか、またこうテンポ感とか、そのシーズン1とこう変わってくると思うんですよね。なんかよりフィジカル系というか、シーズン1がメンタルでいろんなキャラクターの個性説明があったりするなら、シーズン2はもしかしたらフィジカル系で動きがどんどん出て解決していくというかものになると思います。